New Year's World Rock Festival in New Orleans. Yeah! 5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year from New Orleans, Louisiana, y'all! Give them a yeah, you're right! Part of such a worldwide event. I'm so thrilled and excited that the Japanese, and especially Yuya, recognizes the importance of New Orleans music in Japan and throughout the world. And it's our job as musicians in New Orleans and residents and members of the New Orleans music community to spread our musical message across the world. To the Super Bowl, y'all!日本に来ても15年になるんですけど、自分のなんていうのかな、この気持ちの中でにあるものをバーンと発散できるような、何にも気使わずに発散できるようなね、そういう場所を多分探したんと思う。この街は楽しむための街ですね。首都が全部開放してスターの方々がここに住んでる。そうです。だからもうあのブラッド・ピット住んでます。ニコラス・ケイジとかも家持ってるし、誰もなんちゅうの、あのチヤホヤしたりしないし、普通に入れるから、この街は。だから僕は好きな。
you wrong, girl, and why you did. It's like the ginger is upon my tongue. It's that healing stink that's written in this song. Rally-tang-tang gonna make me sing. That's what I'm gonna do. バンゴスリートです。ニューオーリンズの新宿歌舞伎町みたいなもんですね。ここが昔有名なブルースクラブだったの。ここが有名なブルースクラブがここにある。オールドアビセンスパーク。それがなくなった。まだ寝てます。バンゴスリートは、大体起きるのは。7時ぐらいですね。7時ぐらいから夜中ずっと3時4時ぐらいまで、昔は朝まで全部バンドが演奏したけど、これが、全てロックンロールが始まったところです。今クリニックが小島マタスという人が作った J&M スタジオというのが60年代50年代からずっとここにあって、リトル・リチャード、トゥリフルーティ、ジェニー・ジェニー、パツ・ドンガのブルーベリーヒルとか、エンダーラ・シェイムとか、全てここで録音されました。こっから始まったロックンロールが始まったところです。ここコンゴスクエアと指定されているのがここです。ここからいわゆるクラシック以降のアメリカでできたアフリカンアメリカンの人たちが作った音楽が始まったところです。それがブルース、ファンク、ジャズ、それにずっと枝分かれにして今になったと、今のポップミュージックの元を成したと、ロックンロール全てここから始まる。